山形市の小学校で今日伝統の田植え実習が行われ、田んぼに子どもたちの元気な声が響き渡りました。山形市立村木沢小学校の児童たちは種まきから収穫、販売まで米作りを行い、農業を通じて収穫の喜びや食の大切さを学んでいます。米作りも今年で42回目。今日は全校児童54人が広さ5アールの田んぼに裸足で入り、甘みと弾力が特徴のもち米、小雪餅の苗を植えました。田んぼに足を取られて踊っているように見える子も。もう耐えれねえよ。お尻をついちゃう子も、おひげを生やしちゃう子まで。一度はまったら抜け出しにくい田んぼに児童たちは悪戦苦闘。今日一番の泥んこショーはこちらの男の子。楽しかった。はい、はまって助けてもらったけど動けなくて転んだ。ちゃんと実がなってちょっと甘くもちもちとした作りたいです。自分たちが育てた苗なのですごい愛着が湧くというか、秋の頃にできるお米のこと想像するとなんかワクワクしてきます。今日植えた苗は秋に稲刈りを行い、11月下旬に児童の保護者などに販売されるということです。